はい、スプリンプラスです。じゃあ今日は人気アイテムランキングやっていきたいと思います。今週は22年 FW シーズンのウィーク18、今年最後の発売、12月29日木曜日リリースということでイレギュラーな週となっておりますけれども、今週は全部で17アイテムが発売になると。その17アイテムを現在スプリームプラスのウェブサイトで行われております人気投票の現時点での投票結果をもとに、人気のアイテム、それから人気のカラーなんかも解説しながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、こちらはスプリームプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いいたします。ということで人気ランキングやっていきたいと思います。今年最後の発売ということで、12月29日木曜日ですね、明日発売ということでイレギュラーな週となっております。17アイテム発売になりますので、17位から見ていきたいと思います。まず17位はウィンドストッパーフェイスマスク6パネル。今週ウィンドストッパーのシリーズいろいろ発売になりますね。その中からまず1個目、フェイスマスクと帽子が一体化になった、6パネルキャップ、価格1万1000円ということで、カラーはこの5色で発売になります。回の方はサクサク見ていっちゃいたいと思います。16位はニューエラスプリットビニ、価格6600円で、半分カモ柄半分がボーダー柄みたいな、デザインのアイテムですけども、この5色で発売になると。15位スクリプトコーデュロイ6パネル、価格9350円で、コーデュロイの6パネル、冬らしいアイテムですね。それから14位スカッタード、アプリケフーデッドスウェットシャツ、アプリケがフードのところに、シュプリームのロゴがついているデザインになっていると。価格29700円で、ブラックそれからロイヤルとかヘザーグレーとか、ベージュっぽいカラーとかが発売になると。13位はコーデュロイキャンプキャップ、さっき6パネル出ましたけれども、キャンプキャップカラーは一緒ですね。6色、プラムとか結構珍しい色も出ますね。価格は9900円。12位、ウィンドストッパーのスウェットパンツ、価格29700円で、ウィンドストッパーのシリーズスウェットパンツ、カラーは6色、さっきあのキャップにはなかったんですけどパープルが含まれていると。11位、ピューターフラスコ、価格は19800円で、まあフラスコ結構 毎年のように出しますね。ということで、まあ、今回も出ると。88mm、いよいよトップ10第10位はこちらです。ポーラテック LS ポロ、ポーラテック300、少し粗めの、あのフリース素材の、ポロシャツ、長袖ポロシャツ、価格2万900円ということで、グリーンとホワイト、それからブラックが出ますけども、グリーンかわいい感じがしますね。ポーラテックのロゴマークも袖のところに入っていると。9位、エレファントキーチェーン、これは、ショーン・クロフォードデザインによるこの象の、スウェットとか T シャツとか今季出ておりますけれども、それのキーチェーン6050円ということで。8位、グリッターヨークダウンパファージャケット、ジャケットも最後のリリースですね。これが最後のジャケット、レギュラーアイテムではジャケット最後のアイテムとなりました。価格5万1700円で、このヨークの部分、肩周りの部分がこのグリッタービニールっていうこのラメのビニール素材になっているということで、ブラックはレッド、そしてネイビーはブラウンと、ホワイトはシルバーのヨークになってるんですけど、着画も出ていたと、公式のルックブックだとこういう感じ。ブラックかっこいいですね。なんか赤の部分が非常にインパクトがあって、赤のラメ、そしてネイビーもおしゃれな感じがしますね。そしてホワイトはシルバーのヨークになっていると。7位、スモールアシュトレイ、これは灰皿ですね。1万1000円と結構いい値段しますね。小型の灰皿 15×15、 小型、結構大きいですね。そんなに小型じゃないな、言うほど、というスモール、そんなにスモールじゃない感じがしますけど、まあ
15×15 という形みたいです。6位、ウィンドウストッパーのフーデッドスウェットシャツ、ウィンドウストッパーのフーディー、価格 37,400円、ジップアップフーディーですね、フルジップのフーディーになっていると、パープル。それからまあ注目かなはこの、デザートカモ、それから今見たパープルとかオリーブとか、この辺のカラーが結構注目カラーなんじゃないかなと思いますね。あとグレーのこの結構薄めの薄い感じのグレーも発売になりますね。それからブラック、ブラックは多分あのロゴがブラック、ボックスロゴはブラック、それ以外は赤だけどっていういつものパターンになると思います。第5位、モヘアセーター、価格 26,400 円、モヘアのクルネックセーター、非常にシンプルなアイテムですけれども、ブラック、それからマスタードと、あとパープル、ライトパープルっぽい感じの色なのかな、ちょっと着画がこのイエローカラーの着画が出ておりますけれども、毛足が長いクルネックのセーター、非常にシンプルですけども、使い勝手良さそうですね。定価はいくら、 26,400 円。第4位、ウィンドストッパーのワークベスト、これが結構人気高いんですね。ワークベスト、価格 26,400 円、ワークウィンドストッパーのシリーズ毎年秋冬に出るんですけど、その時はまあジップアップのフーディーとスウェットパンツ、これは大体出るんですけど、ベストっていうのは結構珍しいですね。ワークベストでカラーは一緒ですね、スウェット類と。あ、ブラックも赤ボックスだなあ、そうなんだ、じゃあこれは知らなかった。あ、ここ、あ、スウェットパンツも赤いボックスだ。あ、じゃあ、あの、フーディーも多分赤ボックスになると思います。ブラック人気になる、なりそうですね。ってことは。それは気づかなかった。ということで、ブラックは赤ボックスになっていると、いうことで、あと、まあ、デザートカモ柄とかが注目カラーなんじゃないかなという感じがします。カモ柄は結構コーディネートのアクセントになりそうですね、ベストだったら。第3位。ウィンドウストッパーネックゲイター、ネックウォーマー、価格7,700円で、もう首周りがだいぶ寒いですよね。だからまあネックウォーマー必須の時期になってきましたね。なのでまあ非常に人気高くなってきていると。これ第3位、ベスト3ですね、今週ね。7,700円、でボックスロゴ赤なのがカモ柄とレッド、あとはトーナルなんだ。うん、これはトーナルなんだ、あ、間違えた、トーナルなんだね。グレーとかオリーブとかブラック、ブラックが人気になるんじゃないかな。やっぱり使いやすいっていうところも含めて、あとカモ柄注目ですかね。そして2位、モモコドールが第2位になっていると、価格 52,800 円。この値段がちょっとずっと最初、アンケートを取り始めた時は、投票し始めた時はモモコドール1位だったんですけども、この価格が出てからあのひっくり返りましたね、順位が。なのでまあちょっと高いかなっていう感じがします。5万もするんだっていう感じはありますね。まああのこういうまあこれファッションドールなので、ウェア類かなり手をかけて作ってるっていうのは分かるんですけど、それにしてもちょっと高い気がしますね。まあジャケットとかもしっかりと作り込んでいるというところで、まあこの値段になってるんだと思いますけれども、なかなか手出しづらい金額になっちゃったなっていう感じがします。なので第2位になっていると。モコドール1万5000円ぐらいだったらもうダントツの1位だったかもしれませんけど、5万2000円っていうとまたちょっとなかなかその金額だったらいいかなっていう人が増えちゃうんじゃないかなっていう感じになりました。第2位です。そして第1位、今週の第1位はこちら、ウィンドストッパーのフェイスマスク、価格が6,600円っていう、まあ非常に手出しやすいですよね、この金額だと。なのでまあこっちが第1位にひっくり返ったというような結果に今のところなっていると、いうことで、途中までは第2位だったんですけど、フェイスマスク第1位になりました。
着顔、これブラックですね。そしてこれがカモ柄、そしてこれパープルがないのかな、パープルなしの5色で発売になるんですけども、まあやっぱりブラックが一番人気になるでしょうね。まああとレッドとかこのカモ柄とかこの辺のも注目カラーなんですけども、あとまあ何気にこう結構良さそうだなっていうのはこのグレーかな、グレーがかっこよ良さそう着用した時にっていう、あとオリーブも発売になると、オリーブグレー、この2色は結構良さそうな感じがしますね。でもまあブラックがおそらくまあいろいろコーディネートの幅とかその辺も含めて、あのまあロゴのこのシュプリームのロゴの目立ち具合とかも含めて、まあブラックが人気になるでしょうね、これはね。ということで今週第1位はフェイスマスク6600円ということで第1位になりました。まあこれは価格的な部分も含めてこのアイテムが第1位になっているということと、まあだいぶ寒くなってますし、日本ではマスクまだ99% ぐらいの人がマスクつけてますんで、まあその代わりにもなりそうなアイテムですよね。まあ穴がっつり開いてますんで、あの感染予防とか感染対策にはならないと思いますけど、まあ、マスクしてますよっていう感じにはできそうなので、まあ、そういった意味でも使えるアイテムになってきそうだなということで第1位になりましたフェイスマスク、第2位にモモコドール、第3位にネックゲイターという結果になりました。以下はこのような順位になっております。今週は、明日発売ですね、12月29日間違いないように、ということで人気ランキングやってまいりました。じゃあ以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。